PS5 の在庫が良くなった今、プレイステーションにこれから必要なことという形で、これからのプレイステーションの行動を予測していこうと思います。その中には、例えば新作のゲームがどうだとか、最新のイベントがどうだとかが含まれています。なぜこのタイミングでこの話をするのかというと、当然それはソニー自身も大々的にキャンペーンを行っていたように、PS5 の在庫状況、出荷台数が大幅に増えて、買いたい人は買えるという状況にほぼ到達したからです。今までは様々な要因によって生産した分の台数は全て売れるおかげで、大々的なマーケティングキャンペーンの必要性といったものはあまりなかったんですけども、これからはお店に並ぶ PS5 をユーザーに手に取ってもらうためにアクションを起こす必要が出てきます。この動画はそのアクションが何なのかを予想して理由まで解説する動画です。今から話すアクションの中にはすでに始まっているものも含まれています。一つ目に話したいのが PS5 独占の新作ゲームの増加です。今までは PS5 の在庫不足により PS5 を購入できなかったプレイヤーも最新作を遊べるようにするために大規模なリリースは PS4 と同時に行われてきました。もちろん PS5 単体のゲーム、これがラチェクラであるとかリターナルであるとかなんですけども、それはその2つのゲーム両方とも好きなんですけども、でもゴッド・オブ・ウォーやホライゾンと比べるともちろん小さなゲームとはなっています。そういった本当に大きなゲームはやはり PS4 とクロスプラットフォームでした。これからは PS4 との同時発売のゲームはどんどん減っていって PS5 のみで発売されるゲームが増えるんじゃないかと思っています。まずはスパイダーマン2であるとか FF16、 そしてその後はウルヴァリンなど、もちろんその前後にも他のタイトルは控えております。 Horizon Forbidden West はなんと元のゲームが PS4 とクロスプラットフォームであったのに対して DLC については PS5 独占として発売予定です。そこからさらに遠くまで目を向ければ、デススト2は発売はまだ先なんですけども、おそらく PS5 独占で発売されるだろうと予想されています。開発は順調のようなので、とても楽しみですね。PS5 を買いたいプレイヤーはいつでも購入できるような状況になったおかげで、これからは開発者たちはより PS5 に集中できるようになって、さらに PS5 の新機能を活用できるようなゲーム、そして解像度やフレームレート、グラフィックスのクオリティを高めることに成功したゲームが増えていくはずなので、そこのところ非常に楽しみです。続いて新作のゲームたちを大々的に発表するためのイベント、これが行われるんじゃないかと思います。先ほど話した通り、これからの PS5 独占の AAA タイトルっていうのは増えるのが予想されます。ここで発表されると予想される情報については、例えばすでに発表されたゲームの追加情報など、これには例えばプラグマタなんかが含まれるんですけども、プラグマタは1回公表されたっきり情報が一切出てきていません。例えばあのプラグマタというゲームがもともと PS5 独占で出す予定だったし、かといって開発の舵を切って PS4 と同時発売する予定もなかった。じゃあ PS5 の在庫が安定するまで情報を待つ必要があるよねっていう状況に置かれていた可能性もあると思います。まあ単純にキャンセルされただけっていう可能性もありはするんですけども、いずれにせよすでに情報が出ているタイトルの中でもどんどん追加情報来ると思いますし、それに加えてまだまだ公開されていない新作についての情報もどんどん増えていくんじゃないかと思われます。例えば Naughty Dog が作っている新作噂されていますし、 Naughty Dog が作っていると確定しているラスアスのマルチプレイのゲームについての新情報、そういったものも来るんじゃないかと思われます。サッカーパンチスタジオなんかについてはもうゴースト・オブ・ツシマの後継作品が作られているのがほぼ確定ではないかとは言われているんですが、それについての情報はまだ一切出てきていません。そういったものの公開がされるんじゃないかと思います。でぶっちゃけ現時点で近いうちに発売しますよっていう風な情報が公開されているプレイステーション5独占というか、プレイステーション5向けの新作っていうのは多くはないです。多くはない。なのでそれをなんとかするために近々大規模なイベントが行われるはずだと自分は睨んでいます。それについての面白いリークが実は存在しておりまして、近日公開のステートオブプレイイベントが行われるのに加えて E3 直前 E3 付近ぐらいでさらに大きなイベントが行われるというリークですね。在庫が安定した今、大規模なイベントの可能性っていうのは今までで最も高いんじゃないかと思います。まあもちろん去年の秋頃ぐらいからイベントの噂っていうのはどんどん流れてきていて、それがことごとくヒットせずとはなりましたけども、今回のものに関しては在庫状況の安定を加味すればリークなんかがなかったとしても可能性は高いと自分は言っていたと思います。自分としては PS5 の発売の直前のように PS5 がこれから発売します、これからは全く新しい時代のゲーミングだっていう風な感じでまた同じように、これからは PS5 の在庫があるので、全く新しい時代のゲーミングだ、みたいな大きなイベントをやってくれるのが一番嬉しいですね。じゃあ最後に話そうと思うのが、これ一番意見が分かれる部分だとは思うんですけども、値下げについてですね、値下げというアクション。で、つい昨日の動画で話したばかりなんですけども、その動画では結構コメント欄の意見は分かれていた感じがしました。値下げはしそうなんだけども、タイミング的にはもっと先だろう。まあ世界情勢とかを加味すれば、いや、むしろ値上げすらするんじゃないかっていう意見まで本当に様々ありました。で、自分的に値下げが来るだろうと思っている理由については、突き詰めれば非常にシンプルなもので、それが PS5 本体が売れなきゃ意味がないっていうことです。まあ PS5 だけでなく他のサービスも展開しているからそこ売れればいいでしょうみたいな意見もあるかもしれませんが、それは全く別のカテゴリーの話なので、ここでは一旦置いとこうと思います。PC 戦略とかその辺に関わってくる部分ではあるんですけども、ちょっと話戻しますね。PlayStation というプラットフォームの利益っていうのはソフトウェアセールスが中心ですので、そのソフトウェアを売るための基盤であるハードウェアっていうのは何が何でも売らなきゃいけないのがプレイステーションのビジネスモデルとなっています。ちょっと古いモデルではあるんですけども、そういうものです。で、すでに値上げの前例があるじゃないか。だから別に値下げするとは思わないし、むしろ値上げすらする可能性もあるぞって言われそうなんですけども、現時点でのソニーの立ち位置として、黒字が減ろうが、逆ざやになってしまおうが、ソフトの販売実績を伸ばすためにハードをとにかく動かさなきゃいけないものだと思っています。で、さっき話した独占タイトルなどを通して販売実績の底上げがされるのは間違いありません。そうすることで別に値下げをしなかったとしても、しっかりと確保できた分の在庫をどんどん動かし続ける、どんどんプレイヤーに届け続ける、そうなるとは思いますが、いずれ値下げをしないと売れにくくなるような臨界点っていうのは必ず来ます。必ず。問題はその臨界点が来るかどうかじゃなくて、いつ来るかです。自分としてはその臨界点のタイミングっていうのが今年の末ぐらいに来るんじゃないかと思っています。で、その末に近いのが9月。この9月っていうのが重要なキーワードとなっていまして、新型機のスリム版が発売されると予想されている時期となっています。新型機のスリム版と同時期に値下げまですれば買う人が増えるんじゃないかと思っているのと、スリム版っていうのは多少なりとも製造コストが減らされる形で出てくるはずなので、逆ざやがかさみにくい。その逆ざやがかさみにくいコンソールから値下げをするんじゃないかというふうにも考えています。以上3つが自分が考える PS5 の在庫状況が良くなったからこそ PS5 をさらに売るためにソニーがどういった戦略を取るのかについての予想です。他の意見様々あるんじゃないかと思うんですけども、ぜひコメントの方に書いていただけると嬉しいです。とても興味があります。ということで楽しんでいただけたら高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。